ただいま2時18分、夜中の2時18分です。こちらのお店の特製カレージャンメン、並盛。こっちを注文したのが、どうも、ジャン藤谷です。ジャン藤谷さん。はい、こちら、あの、2時18分に、ふさわしい食べ物です。まもなく42歳になるおじさんが、はい。食べますよ、これ。なるほど。ここに来るまでどれだけ食べたんですか？もうだってこのつまみ4つ食べましたからね。あ、ネギのり、はい、塩もち炒め、はい、卵炒め、なるほど、ネギチャーシュー、はい、結構つまみは食べて、ビールもいただいて、はい、最後に締めに、締めのラーメン、はい、こちら深夜2時ですよ。はい、これをズバリ何分でいきますか？これまあ僕だったらまあ5分でいきます、ね、5分で、はい、じゃあチャレンジ、ジャン藤谷カレージャンメン、チャレンジ、スタートです。どうぞ。厚さは大丈夫ですか？厚さは大丈夫。さあ、そうしているうちに30秒経ちました。全然減らないじゃん。この間、歯を抜いたばっかり。はいはい。あんまりこっちしか噛めないんで。あ、親知らず？いや、歯を抜いて、インプラントに。なるほど。はい、1分30秒で、まだ9割5分残ってますけど、大丈夫ですか？あれ、うまい。ここらでちょっとたけしさん風にちょっとコメントいただいていいですか？うまいね、やっぱりね。もうもう、続いて竹原ピストルさん風にコメント。よう、そこのボケの、じゃあカンニング竹山さん風にちょっとコメントお願いします。あれねえよ。これ、出てきた当初の形と全然変わってないように見えるんですけど、歯さえあれば、うん、歯が抜けてるんで。ああ、すごい、あ、頑張りましたね。いや、まさかの3分超えたところからの追い上げがすごいじゃないですか。すごい、あと2分で5分達成できるかも。はい、ゴール。こちらのカレージャンメン、はい、台ではなく波の方を夜中の2時20分に完食しました。はい、カレージャンメンを食べきったジャン藤谷選手、感想を。本当この競技を東京オリンピックに作ってほしいですね。